カダ・コルーニャに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は5709人。住民骨肖は、男女同系のアベゴン伝ンセガリシア語話者の自治体人口に占める割合は97.05%。アベゴンドは、アコルーニャ県中北部に位置し、コマルカダ・コルーニャに属する。北は、カンブレ、ベルゴンド、ベタンソスと、東はオサ、ドスリオス。 セスウラスと南はメシーヤオルデスと西はカラルの各自治体と接している。自治体中心地区はアベゴンド教区のサンマルコ地区。アベゴンドはベタンソス司法管轄区に属す。住民は19の教区の254の地区に分散している。自治体首長はガリシア国民党のホセアントーニオ・サンティーソミラモンテス。自治体表議員は ガリシア国民党、六、アクサ、三、アパ、四、ガリシア民族主義ブロック、二、ガリシア社会党、一となっている。アベゴンドには多くのパソが残されている。アベゴンドは19の教区に分けられている。太地は自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。